いてですね、チェンマイ、ファングン、2日目の朝を迎えました。そして私がですね、今日来ているのはドイアンカーンという山でございます。ミャンマーとの国境近くにある山の名前でして、ラマ旧世国王がロイヤルプロジェクトを始めた場所でもあります。結構高い山で、勾配のきつい山道を、安物のレンタカーでぐいぐいとやってまいりまして、安物のレンタカーもヒーヒー言っておりました。このドイアンカーンをちょっと見た後はですね、いろいろとファン群のうまい飯を食べに行こうかなと思っております。じゃあ今日はですね、このドイアンカーンからスタートしたいと思います。グー。前回の動画で食べたおスープも、ああなんと小麦麺の平麺でなく、こういう、アンカンから下ってまいりました。そして私が来たのは雲南レストランです。前回の動画でも雲南レストラン行ってですね、スキー雲南っていう超どでかい鍋食べたんですけども、あまりにもどでかすぎて昨日はそれしか食べれなかったので、もう一回来てですね、他にも食べてみようと思った次第です。今日来たのは前回の動画で行った店の向かい側にある、ライバル店と思わしき雲南レストランです。雲南レストランが道路挟んで2店舗並んでるって、姉妹店かなと思ったらそうでもないです、ないと昨日の人は言ってました。で今日はその雲南スキーは食べず、他のメニューを何個か食べてみようかなと思います。このお店の中、中国の歌が流れてるのは同じようですね。なんか著名の方々もたくさん来てるようで、写真がたくさん飾られております。まあ時間が今11時なんで、お客さん全然いないですけど。こんな広いスペースもありますので、100人ぐらいの宴会でも受付可能かと思います。よろしければどうぞ。一品目ごっついの来ましたね。なんか豚足の煮込みですね。カモユンナン、日本語に訳すと雲南豚足ですか。うわ、プリプリプリですね。タイのいわゆる豚足煮込みに比べるとそんなに濃くはなく、味付けも若干違いますね。これ美味しいな。何入ってんだろう、うん、続いてこれ鶏の炒め物ですね。ガイブカオパイ、うん、鶏の味噌炒めみたいな感じですね。これなんか味噌ですね。これが、うん、この味噌うめえな。さて3品目でございます。3品目はこちら、なんとヤムウンセンです。ヤムウンセンマラワンというですね、まあ、マラワンというニガウリを使ったヤムウンセン。もう見た感じがタイのヤムウンセンとはもう全く違いますね。春雨を使ってますけど、これヤムウンセンとはもう全く別物の料理ですね。なんか中華サラダのような味わいですね。うん、まあまあ、さっきですね食べた雲南レストラン、この辺りは雲南華僑が集まる村になっているみたいです。バンヤン、つまりヤン村。ここには雲南系華僑のミュージアムもあるぐらい、それぐらいですね雲南系華僑の方が多い、ゆかりがある場所ということです。でやっぱカオソイの店が多いんですよね。でちょっとどっかでカオソイ食べてみようかなと思います。あー、なんと雲南餃子のお店も発見しました。バンヤンの中にあるカオソイイスラムに来ました。これカオソイ街ですね。ここのお店ですね、結構有名人も来てるみたいです。こんな辺鄙な村のカオソイのお店に有名人来てるんですから、この村自体が知られてるんでしょうね。ここ雲南系ムスリムの方がやってるカオソイ屋です。だからまあカオソイイスラムっていう名前になってるんですけれども、見た感じは白っぽいカオソイですね。あのココナッツミルクが、まあ、多めに入ってるカオソイのようです。はい、これどうも麺が
小麦麺の平麺じゃなくてこういうね丸い麺です。でいただきます。ココナッツミルクの香りがかなりしますね。前回の動画でチェンナイで食べたカオソイも似たような感じですけど、そしたらこう元々のカオソイってこうなのかもしれないですね。まあ、ちょっとさっきも言ったんですけども、カオソイって北タイ料理として有名なんですけども、実は生粋のタイ料理ではありません。中国の雲南に住んでるムスリム系の中国人の方がタイに持ってきた料理です。今ではまあ北タイ料理として根付いてるという歴史的な流れ、食文化の面白さがあるというわけです。タイっていうのは大陸続きになってますから、まあ、北はミャンマー、ラオスで、南はマレーシアとかですね、大陸でつながっているので、いろんな食文化がタイ料理に影響を与え、いろんな顔を見せているという側面がすごく感じます。私のこう YouTube チャンネルはそういったタイの食文化、いろいろな影響を受けてきたというところもですね、紹介していけたらなと思ってます。あんまりコメディ系みたいなことはやりませんけれども、もっとタイについてとかタイ料理について詳しくなれると思います。よかったらチャンネル登録してください。